ついにやってまいりました、ルクセンブルグ。すげえ。皆さん、お疲れ様です。池おじチャンネル、ホルツァスタイル中年小木山です。今日ですね、羽田空港第3ターミナルに来ております。これから、ルフトハンザ航空に乗って、まずはミュンヘンまで行って、その後トランジットでルクセンブルクまで行って、およそ16時間ぐらいかけてですね、何をしに行くかというと、サムネの通りフェラーリに乗りに行きます。12チリンドリというやつですね。ドーデチチリンドリ、16時間かけて乗りに行く甲斐のある車だと思いますので、早速行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ついにやってまいりました、ルクセンブルグ。そしてこちらがフェラーリの最新モデル、12気筒を積んだドーディチチリンドリ。ドーディチっていうのは12、チリンドリはシリンダーという意味で、名前の通りフロントに12気筒を積んでます。で、このフロントデザインを見て分かる通り、 365GTB4、 いわゆるデイトナですね、を模しているんですが、実車を見るとですね、そういうのもちょっとは感じるんですが、なんか全く新しいモダンなデザインになってます。そしてですね、後ろに回ると、デイトナはですね、1960年代末から1970年代初頭に作られたもので、ここのデザインもですね、1970年代の SF 調といいますか、デザイナーの方が言うには、当時のコンセプトカーなどからインスパイアを受けたデザインになってます。ですので、この見た目も割とこうレトロなんですけど、でも全然レトロに終始してなくて、モダンな印象なんですね。で、レトロな見た目なんですけど、最新の技術で空力とかその辺のメカニズムも備わっています。そんな車に乗れるなんて、緊張と興奮でなんかおかしな気分になりそうですが、ルクセンブルクでたっぷりとドーディチチリンドリを楽しみたいと思います。では行ってまいります。というわけで、ドーディチチリンドリ試乗に行ってまいりたいと思います。ただいまウェットモードで走っております。全幅が2メートル超えなんで、ね、こう狭い道はですね、結構気使いますが、おそらく時期に慣れてくることだと思います。しかし、この中年 A 小木山が最新の12気筒をこうやって走らせてるなんて、本当に夢のようですね。というわけで、現在10時、8時に出発したんで、約2時間ほどドーディチチリンドリで走ってまいりました。全幅がですね、やっぱ2メートル超えてて、結構タイトな道をですね走ってきたので、気を使うっちゃ使うんですけど、とにかく交通量が少ないので、めちゃくちゃ楽しかったですね。本当に最高ですよ、これ。プロサングエと同じエンジンに乗ってるんですけど、やっぱりこう盛り上がりとかサウンド感っていうのは、こっちはあのスーパースポーツ GT なんで、本当になんか楽しくて、サドルをついついいじってしまいます。そしてご覧の通り、ルクセンブルク城壁の街でもあるので、こんなお城もあります。そしてあと1時間ちょっとですね、この車にまだまだ乗れるということで、もうしばらく堪能したいなと思います。それではドーディチチリンドリのエクステリアの解説をちょっとしてみたいと思います。フロントフェイスはですね、 356GTB4、 いわゆるデイトナ風なんですけど、こう見るとそんな感じはしないんですけど、こう行くとそれっぽくなる。とはいえ、やっぱりこういうとこにカーボンがあしらわれてたり、インテーク系ですね、こっから空気を吸い込んでこっから出したり、さらにはここですね、ここも開いているので、前から吸ったのをこう入れ込んでリアに流れていくと。で、サイドもカーボンが覆られていると。で、リアはですね、ここにウイングが左右についてます。真ん中は上がりません。こう流れてきて、ここで跳ね返すような感じですかね、風の流れを整流すると。で、下はですね、これですよ、これ、こんなでっかいカーボンの
ディフューザーがついてます。これは下から来た風が上に抜けていったり、ここはそのまま抜けてきますね。スーパースポーツ GT を名乗るだけあって、トランクもこれだけの容量があります。席の後ろには物置があるので非常に便利です。閉めるのもオートマティック。シートは、レザーですね。種類がいくつかあるようですが、今回はパンチングのレザーのシートで、ここにはアルカンターラのような素材がついてます。 V12 エンジンが見ると分かる通り、車軸よりも後ろにあると。レーシングカーですね、これは。続いてインテリアの解説をしていきます。エンジンのスタートはここですね。ブレーキを踏んで、ここのタッチボタンを押すと12気筒が吠えます。目の前には液晶のメーター、そしてセンターにはカーナビゲーション、助手席にも液晶のパネルがあります。ここがですね、モードを選べるやつですね。今日はですね、朝からあいにくの雨で道路がもう完全にウェット状態なんで、ウェットモードで走ってますが、こうするとスポーツ、午後はですね、トラックサーキットも走るので、それ用にはここのレース、そしてこの辺は各種トラクションコントロールとかのオフですかね。またさらにこれを押すとバンプロードとか足回りも選べますね。さっき一瞬スポーツにしたんですけど、ガバッてアクセル踏むとやっぱズリッといきそうで、ビビリな僕は 96% ウエットで走りました。ここに左右にパドルがついていて、大きなカーボンですね。これはステアリング切っても固定されてます。でこっちがアップで、こっちがダウンで、さらにここにはウィンカーがついてます。こんな感じですね。こう押すと出て、軽く押すと消えます。この辺の操作感はプロサングエよりなんか分かりやすいな。ここにはハザードのスイッチと、あとリバース、オートママニュアルのスイッチと、あとこれはローンチコントロールですね。ここには非接触型のスマホの充電器がついてますね。こういう感じでずり落ち防止のものもついていて、単なるスーパーカーじゃなく実用性もある GT カーだという証明なんじゃないでしょうか。でドアノブはですね、探してもないです。ここにスイッチがあります。これを押すとガバッとハンドア状態で開くと。オートクロージャーもあるので、バンと閉めないように気をつけてください。ドアのパネルもですね、カーボンとかいろんな素材が使われてるんですが、これはあえて一体成形にすることで無駄な部材をですね、出さずに環境に優しいように考えられているそうです。こんなの乗っちゃうとね、フェラーリのない人生は考えられないですよ。最高です。ただいまスポーツモードで走ってるんですが、車が3分の2ぐらい軽くなったような、そんな軽快感がありますね。あとエンジンの吹き上がりと回転の落ちがめっちゃ速くなってて、すごいっすよ。車が本当変わったみたい。いやー、めちゃくちゃ楽しかったな。ファンタスティック、ファンタスティック、モルトベラ、モルトベラ、コンテント、コンテント、イエーイ、マイハッピー、ママミア。続いてはプロのドライバーの助手席でこのサーキットを体験します。デザインもスーパースポーツでありながらエレガント、そういうところもやはりフェラーリの魅力がギュッと詰まった一台になっていると思
思います。またですね、10年都心車ではたくさんの車を紹介していきたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。なんとメディア初ブランドを作ることになりました。シルバージュエリーを作ってほしいと。あれね、かっこいいんだよ。あれが最高の基本みたいな。あ、すごいな。これあらゆる女性にモテる鉄板です。ロックフラのレボケーと申し、星葉さんと私とも、これお宝ですよ。うわ、すごい。